よろしくお願いいたします。さあ先頭バッター坂口を迎えました。安長三浦、初球は136キロストレートで入りました。今日のゲーム前、ファンからの声援に一つ一つ丁寧に頭を下げていた三浦大輔、今日が引退を表明し最後の登板とは思えないこのリラックスした表情、ゲーム前に見受けられました三浦大輔です。セカンドの右破っていきます。先頭バッター坂口、ライトへのヒット、ノーアウトランナー一塁。そのヤクルトスワローズ、この後2番川端、山田バレンティン、雄平のクリーンアップ、そして西浦、西田、そして今日はショートに若い広岡、今日上がってきました広岡を即スタメンということになりました。そして先発ピッチャーは杉浦です。ノーアウトランナー一塁、バッターボックスには2番の川端。先日の引退会見の中で三浦大輔投手が言った中で、最後の登板ぜひここを見てほしいというところがあれば教えてくださいという記者の質問に対し、これライトに上がっている打球はライトが追っていって、わずかに右に切れました、ファールボールです。最後の登板ぜひここを見てほしい、その質問に対し、今まで通りしっかり準備してマウンドに上がって一生懸命勝てるように、そしてチームが勝てるように精一杯投げているところ、まあ、ここを見てほしいと番長は先日語りました。レギュラーシーズン今日が最後のゲーム、その先発マウンドに上がった三浦大輔です。これもヒットになります。坂口は三塁に向かいました。ノーアウトランナー三塁一塁、立ち上がり三浦ピンチを迎えました。ノーアウトランナー三塁一塁で3番の山田を迎えます。今日はゲーム前の始球式、三浦投手の長男レオト君が始球式を務めました。それをすぐ隣で見ていたこの三浦投手、投げ終わった後ちょっとお父さんの顔、パパの顔になったのが印象的でした。しかしまたすぐこれ横浜のエースの顔に戻りました番長三浦です。これピッチャーゴロになった、ダブルプレーを取りに行きます。これで2アウトになりましたけれども、三塁ランナー坂口がホームに入ってきて、立ち上がり1点を失いました三浦です。ここはアウトを2つ取りに行きました三浦大輔。さあそして4番のバレンティンを迎えます。初球は外いっぱい、138キロのストレートが決まりました。
3球目外外れて2ボール1ストライクです。外外れてこれで3ボール1ストライクになりました。ランナーがいなくなっていつもの三浦大輔のテンポ、いいテンポに戻ってきました。ライトに上がっている打球は右に切れていきます。ファールボールです。さあこれでバレンティンに対してフルカウント、これも右にファールボール。この三浦大輔、レギュラーシーズン最後引退を表明してからのマウンド、この三浦の指名でリクエストでキャッチャーは今日は鷹匠、その鷹匠の構えたところ、あ素晴らしいところに最後はストレート、ビシッと決まりまして、バレンティンから今日最初の三振を取った三浦大輔です。もう今のは最高。